どうも、こんにちは。速歌塾の久保です。気になる男シリーズもね、随分佳境を迎えたような気がしますね。佳境というのはね、別に終わっていこうということではなくて、今まで私がずっとお話していた内容とか、まあ、タカさんからね、返信いただいた内容が、いろいろとまとまってきてですね、それぞれの伏線が回収できる回になってきたんではないかなと思います。今回もですね、前回のタカさんから送られてきた270話、こちらを中心に今までの話をね、少しずつ持ってきて、この お、271話をお届けしようと思います。まあ、在宅でお仕事をする、特に YouTuber を目指してらっしゃる方、もしくは、そういった方を家族にお持ちのお子さんとかね、奥さんには、必見の内容になってますけども、表現、厳しいところがあると思いますけども、これが現実だということをね、それぞれの方に受け止めていただきたいと思います。え、ちなみに私も同じようなことを想定しながら、くぐり抜けて、今、 こうやってね10年目のインターネットビジネススクール運営しておりますそしてずっと生き残っていた傍ら多くの人が離脱するその原因とか対策などをねそれぞれあの持ったままここに至っております私にもね同じような苦しみ悩みつまずきっていうのはあるわけなんですけどもただそれを私は難なく乗り越えてきたっていうところがあります で、乗り越えられない方っていうのは、乗り越えるべき手法がまだ見つかっていないのと、それを扱いきれてないというだけでね。これはね、どんな世界にいても、どんな仕事をしても、どんなことをやっていても、結局付きまとうことなんですよね。さあ、前置きはあこの辺にしましてね、一つずつお答えしていきましょう。まずはね、YouTuber という職業です。例えば YouTuber をやっている、もしくは目指していることを、家族に反対されるとします。 今回は私のような家族を抱えてるお父さんが YouTube で家族を養おうと思ったらまあ反対されるわけですよ。ね。これ反対しないわけがないです。なぜなら y o u t u b e で20年30年成計を立てた人はいまだいないからなんですよ。インターネットがこうやって人々を稼がせる時代っていうのは始まってまだほんの10年か。長くても20年ってとこじゃないでしょうか。その中で YouTube に限定して y o u t u b e としてその 職業がですね認知されるのにはまあいろんな波風があったわけなんですよさあ YouTuber という職業がね奥さんにとって子供にとってもしねどうしても嫌な職業なんだというふうなことがもしあったとしたらじゃあね逆にご主人さんは聞いてもらいたい奥さんお子さんに聞いてもらいたいんですよじゃあ何に就職すれば,就職すればね文句ないんですかとうん例えばねどんな業種だったらいいの 社名があれれば出してくれとでこんなことも分からずに男がね家族を養うために命を懸けてそれこそ稼ぐつもりで選んだ道をなんで否定できるんだとあのまあ男性っていうのはね生涯稼ぎ続ける存在ですよで転職もありえますし挫折もあるでしょう挑戦もするし失敗もありますなのにね簡単に失敗しそうだからとかね個人的な不安で その男の男道をしかも男性ってのは稼いだ金のほとんどを家族に使うんじゃないかグダグダ言うならお前がやれとうんっていうことじゃないかなと思うんですようんでそれともね男性の立場からしてお,お父さんの立場からしてまあ俺が不慣れな仕事とか惨めな思いとかをしながら好きにもなれない仕事で悔しい思いをしてもねそれこそパワハラとかね 受けながらでも、子供とかね、奥さんが安心できるんだったらいいのかってことなんですよ。奥さんの立場からすると、子供さんの立場からすると、私は子供が安心なら、旦那のあなたがどんな嫌な思いをしたって知ったこっちゃないわってことなのかなってことなんですよ。全くね、人の人生なんだと思ってるんだってとこですよ。もちろん、家族のことをね、ほったらかして、面白い仕事を探してるわけじゃないんですよ。でも、 家族を養うべき責任を負った男に職業選択の自由は与えられてもいいんじゃないか。で、YouTuber としてうまくいかなかったら、それ,とそれこそね、家族が支えていくもんじゃないんですかってことなんですよ。で、YouTuber としてうまくいかなければ、その時は、ほっといても転身しますから。ね、そこに関して、稼げない YouTuber をね、面白おかしく一生趣味のように続けていくんだっていうふうな先入観をもしお持ちなんだったら、 まあそんなね、ケチな思考回路は捨ててもらいたいなってことですよね。で、あとはね、次の考え方なんですけども、会社員とフリーランス、まあ独立自営する人ですよね。小規模事業者をする人と、どっちが楽かなっていう論争はありますけども、なんか自分で自由をやめだったら、ダメだったらね、どっかの会社に勤めようかみたいな発想あるんですけども、これもね、間違いですよ。あの、世のね、仕事に、 そういうふうな先入観をお持ちの男性にちょっと問いたいんですけども、自力で稼げない人なんか、会社雇いたいんですかってことなんですよ。まあ、甘く見になってことなんですよ。何人もの社員を私は雇用してきて、うん、で、そのために落胆したわけですけども、自力で稼げない人をね、会社養ってあげられないですよ。うん、だって会社だって利益を上げたいし、 新しい人を採用すると、新しいご縁がそこから広がっていく。それがお客さんになることを期待して採用するわけですよ。で、しかも、採用して雇用した社員には、なぜかね、無料で教育を施さないといけないんですよ。いや、無料どころか、給料を払いながら教育を施すわけでしょ。で、その教育を受けながら給料をもらう人は、給料が安いとか、会議が多いとか、勉強会ばっかりだとか言うわけでしょ。雇いたくないですね、そういう人はね。うん。逆の立場だったらどうですか会社に入ったら、 そそこそこ手抜いても給料になるわっていう人はやっといたいですかね、うん、ただね会社の言いなりにないさえすれば20万30万だろうと定年までコンサートに給料もらえるんじゃないかなっていうふうに思っているそんな発想の人っているんですかねどうですかね会社員になったら多少嫌なことでも耐えていれば、まあ、生活費ぐらいはくれるわっていうふうに思っちゃって会社員の方が楽だって思ってるんだったらその思考もねやっぱ世の中のお父さんは捨てた方がいいですよ。 だそんなことを考えてるからいつまでたっても金で苦労するんですよで。世の中の全てはお金じゃないんですよ。だからお金の問題くらい早く乗り越えていかないと。もっと深刻な問題が人生には控えてますから。金の問題なんてね高校生の男の子だって夏休みバイトすりゃ金の問題は解き放たれるわけですよ。でそれがただね年齢とともにフェーズを変えてるだけで多くの人はお金の問題を解決できないからお金の問題から逃げるんですよ。で結局お金の問題から逃げきれないですよ。 なぜならお金は私たち国民を支配する道具だからですよ。どこまで行ってもお金どうするんですかって聞かれますよ。納税どうするんですかと。将来どうするんですか今どうするんですかって聞かれますよ。だからお金の問題は解決しないと。で、お金の問題を解決するためにビジネスを使うっていう方法があるんじゃないかなってことなんですよ。これについてはまた後ほどお話します。で、サラリーマンが安定なんてね、昭和の時代のその、 経済右肩上がりのの時代の考え方なんですよだからね私ですらね昭和47年生まれの私ですらこんなこと考えてないですよだから少なくとも昭和50年とか60年代に生まれた方それ以降平成に生まれた方がね会社が安定とかっていう発想を持ってるのは一体誰に吹き込まれたんですかね全然サラリーマンが安定とかじゃないですよ会社なんてね 商品を売ってくれないような社員とか、集客できない社員とか、成長とか挑戦を自ら自発的にやってくれない社員、必要ないですからね。つまり、自分でできない人はいらないんですよ。じゃないですか。会社の言いなりになる人を、会社を欲しがってますかね。はっきり言って、そんな考えは古いですよ。昔いたね、指示待ち人間っていうのに部類されるんですよ。ね。鬼持ち社員ですよ、こういうのは。ぶら下がり社員ですよ。有害社員ですよ。 まあこういう人を採用したら会社潰れるでしょうし雇ったら業績落ちるでしょうねだから迷惑な人なんですよ会社に会社員になったら何とかなるだろうみたいな人はやっぱり社会全体の質を下げてるとも言えますただ残念ながらそういう人が多いのも事実なんですよこの昭和の考え方ね早く捨てた方がいいですよ昭和の時代ははっきり言ってそういう人を求めていたんですよ誰でもよかったんですよ誰でもいいってのはなぜかっていうと頭数が勝負だったんですよね でも今は数じゃないんです。質になってるんですよ。質。時代が変わったんで。一人一人が自分でどうやったらこの仕事がうまくいくだろうかっていうことを指示が出る前に先手を打てる人、二手,さてえ二手先、三手先を考える人だけが社員として欲しい人なんですよ。逆の立場で人を雇用するとしたらどうですか給料を払う、教える、指示しないといけない。いや、これじゃ経営者やってられないですよ。機械の方がいいじゃないですか。<laughs> ね。はい。で、会社員はね、 時間の拘束を受けるってことに対してもちょっとね、えー、今回お話していこうと思います会社員は時間の拘束以上にここですよ思考の拘束を受けてるんですよだからいつまでたっても時間の拘束を受けるっていうねその発想から逃れられないんですけども実はね考え方の拘束を受けるつまりは脳を乗っ取られるわけなんですよでそういう世界に行きたいんですかってことですよねもちろん自分の頭よく働かないから誰かの言う通りに誰かの指示の通りにやりたいですって人がいるかもしれません でもね今回についてもそれはね考えをちょっと別の角度からお話ししていこうと思いますけども就職ってのはどういうことかっっててんですよ就職っていうのは見ず知らずのね他人の考えによって成り立っている組織そこに入るってことなんですよ。自分はその組織の代弁者としても活動しなくてはいけないわけなんですよね。例えば自分の判断と会社の判断が違った時っていうのは会社の判断を優先せざるを得ないんですよ。 雇われているわけですからつまり自分ではない自分では考えないような思考や行動をすることになるんですよこれ一体誰の人生生きてるんですかね。人に指図を受ける人生っていうのはすでに人生ではないんじゃないかなと思うんですよもちろん瞬間的に人の言いなりになることはね必要かもしれませんけども会社員になるってことは生涯をそこに束縛されること思考を拘束されることを自分で進んでやるってことなんですよ 上司の言いなり、さらに家族の言いなり、誰かの言いなり、自分自身の声にはいつ耳を傾けるんですか。もう後悔しかない人生の始まりなんですよ。あなた今思うように生きてますか。子供たちに自分らしく生きろとかね、自分の人生は自分で決めろなんて言えますか。どうですか。<laughs> 自分のね息子さんとか娘さんがいつか、 お父さんが知らないようなやつが作った会社に使われて社長の言いなりになってね社長ならまだしもわけのわかんない上司の言いなりになって月給をもらう姿を想像して楽しいですか自分たちの子供が全く関係ないよくわかんない人の言いなりになって暮らしてはい生活費もらいましたよかったよかったこれ楽しいんでしょうかいやそれを目指してるのかなとさえ思っちゃいますよそんなねなんか望んでもいないような働き方を 生活費がもらえるっていう理由で選ぶ我が子はあなたが産んで育てた甲斐があったかってことなんですよ。これが適材適所なんでしょうかそんなことのために手塩をかけて我が子を育てたんでしょうかいや、私は嫌ですね。就職したいって言うんだったら俺の会社に勤めろぐらいしか言えないです。どこの誰かわかんないな。そんなね。そんなところに勤めてほしくないなと思っちゃうんですけどね。 あとね給料についてもちょっとねお話していこうかと思いますまあ給料にはサラリーマンの給料には上限があるなかなか給料伸びないよって発想をお持ちの方はこれも早く捨てた方がいいですよそんな昭和の考え方いや古いですよそういうのはあの給料に上限があるって発想も全自体的な固定概念ですよ会社員なら自分の働く会社ってのはね最も交渉しやすい相手なんじゃないですか自分が属してる会社なんだから それこそ他社の経営してる会社以上に自分の勤めてる会社ってのは自分のことを一目を置いてくれてるわけですからしかもいつでも交渉できるわけですよ上申書書いたことありますか交渉したことがありますかなんかその組織の内部に対して物申すと言いますかね改革を起こしていくっていう気持ちがない限りは単なるイエスワンですよそれこそ自分の脳みそをほったらかして誰かの脳みそを告げ替えてるだけなんですよ こんな人はね、やっぱりね、会社としてもいらないですよね。新しい発想が生まれない。ただ、言われた通りに繰り返すだけ。言わなければやらないだけ。みたいなね。うん。どうですかね。ここに気がついてほしいなと思うのは、つまり、会社に毎月100万円ね、余計に利益をもたらすから、私の給料を40万円アップしてくれませんかぐらいのことは言えないのかなってことなんですよ。実はこの発想でいくとね、 100万円利益をもたらすから99万円私の給料アップしてくれって言っても会社は OK 出すんですよ。会社全体としてはプラス1万になるわけでしょ。うん、全然断る理由はないじゃないですか。まあ通用すると思いますよ。試してみてほしいと思いますよね。少なくとも給料が上がらないとかね、給料上げにくい時代だっていう人には、今私が言った交渉ぐらいはしてもらったらいいんじゃないかなと思います。いや、100万っていうのがいきなりね、まあ、暴論だって言うんだったら、 1> 1万円の利益を会社にもたららすかかアップしてくれませんかぐらいだったら言えるんじゃないですかどうでしょうかこんなこともねできずに会社員っていうのはなかなか給料が上がられないなんてね会社の仕組みが何も分かってないんじゃないかなと思うんですよ少なくとも可能性にチャレンジもせずにサボり続けるその結果もたらされた給料が上がらないっていう自分の姿を自己正当化してるに過ぎないんじゃないかなと。 思思ってもちょょうううどどどいいいいぐらいだと思いますけどもどうでしょうかね言い過ぎですかねこれってのは会社員ってのはね言われたことだけやってればいいって本当に思うんだったら入社面接でそれを言っってててみてくださいってことなんですよ、ね、言われたことだけやりますっていうふうに入社面接で言ってみたらまあそういう社員いらないですよって言われるでしょただ入社面接でそれを隠してるからなんとなくその会社に入れてでも本心は言われたことだけやろうってことなんでしょ これを給料泥棒って呼ぶんですよ。なんで会社が業績伸びないのかこういう人がいるからなんですよ面接ではいいこと言って実際に採用されたらサボり続ける本人にはサボってる自覚ないと思いますけども単なる給料泥棒ですこれは本人が自覚がないからより立ちがあるんですよね会社員とは言われなくてもやれる人が属するポストじゃないですかいちいち指示しないと会社員すらできないんだったらスイッチポンのね機械の方が優秀ですよ 機械はお金もかからないし、体調も機嫌も壊さないからなんですよ。どうでしょうかね。こういうふうな思考で自分の働くってことをまたね、見つめ直してみたらいいんじゃないかなと思います。また他にもこういうことがあります。勤務時間ですよね。勤務時間が8時間、10時間毎日拘束されるっていうふうな考え方もあります。これも全く逆ですよ。古い考え方です。拘束されるっていうのは。違うんですよ。 自分の有能さを見せつけるチャンスが毎日8時間10時間あるっていう考え方なんですよ勤務時間30分だったらどうですか楽ですかでも勤務時間30分だったら自分の有能さを見せつける自分の優秀者を見せつけるチャンスはないですよ30分ぐらいで自分のね能力を認めさせることができるとしたらそれ相当優秀な人ですよ大抵の人は何もできませんこれ30分ごときではだから8時間とか10時間っていうチャンスが能力の低い人ほど 有利に働くんで,すよで YouTuber ってのはねさらにいいんですよ YouTuber はいくらでもトライできるからすごく有利ですよ24時間トライできるわけですよ会社員は勝手に残業できませんからねだから優秀な人ほど短い時間で大きな結果が出せますでも自分のことが優秀じゃないと思うんだったらなるべくたくさんの時間にたくさんのトライができる 24時間チャンスのあるそういった職場を選ぶべきなんじゃないかなと思いますけどもねまあここまで言ってね会社員のことをちょっと悪く言ったような気がしますけども会社員の有利なところもありますというのがね個人なら個人で働くとしたらね一人で自分のビジネスするとしたら自分一人の時間とか資源とか信用とか実績しか使えない当たり前ですよね、うん、でも会社員だったらね何がいいかっていうと組織なんですよ あるる意味組織を代表してるわけなんですよ。だから上司とか部下や同僚を無料でで使えます。そうでしょ。上司がついたからって言って上司にお金払ってますから部下がいたら部下にお金払ってますから自分でビジネスをするとどんな人と一緒にやる時でも何がしかの対価を払わなくては誰も付き合ってくれませんよだから経費が出て売り上げってものが成り立つわけですよねでも会社ってのは自分が社員でいる限り上司をタダで使える部下をタダで使える同僚を無料で使える つまり他人の時間と能力に依存することができるジャブジャブの甘々環境なんですよ。会社の信用を使って交渉もできますよ。自分個人だったらできないような話も私は何々会社の社員ですとかって言ったらね、会社の信用を使えるわけじゃないですか。むちゃくちゃ有利ですよね。会社の長年の実績も自分のものにできます。10年前に自分が勤めてる会社が何か大きなね、功績を上げたら私そこの社員ですよって言ったら 全く自分と関わりのないような実績を自分のものにできるわけですよね。すごく有利なんですよ。だからそういう意味では会社員は、あの、なってもいいんじゃないかなと思いますけどね。あとね、家族に対してなんですよ。まあ、働くお父さんがいて、家族がいて、家族と意見が分かれたとき、私はお父さん方に言いたいんですよ。あの、奥さんも子供たちも、一人でね、 家族のためにお金を稼ぐ男の気持ちなんでゴミくずほども理解しませんから。そういうふうに思いませんか <laughs> いや、理解してたら、お父さんのね、選ぶことに心配はするでもね、反対はしちゃダメですよ。むしろ応援してあげないと。お父さんの選択が間違っていると思えば思うほど応援して早く結果を見せてあげて、方針転換を促進してあげるべきでしょう。うだからお父さんね、話を聞く必要はありません。 稼ぐ責任を持たないお気楽の人生のバカどもなんですようん。まあ邪魔ならすぐに捨てていいんですよ。で、やることなすことね、文句があるんだったら、まあ自分一人で生きてみろって話じゃないですか。人生が無駄になります。会社ばかりか、家族が自分のね、人生の犠牲になってしまいますよ。逆ですね。自分がね、会社の犠牲になるばかりか、家族の犠牲に、 養分になってしまいまいすでそういうふうにね会社とか家族の犠牲になる自分の姿をねあなたのお母さんは喜びますか <laughs> ね泣いてますよそれはまあお母さんが泣いてますよって話ですよ、うん、だからねこのぐらいい言ってほしいんですよ男一匹私が選んだこの道でこの仕事で家族を支えることを約束するとお前たちには不自由させないと文句言うなと。 その俺についてこれるのかと。家族ってのはなんだ世界が敵に回っても家族だけは俺の味方をしてくれると思っていたんだが違うのかと。それが職業一つを選んだだけでなんでそこまで反対するんだとお前らが敵かみたいな感じですよで。そのぐらいは言えないんですかってことなんですよ。つまりは職業を選んでる自分に腹がくくれてないってことなんですよ。でね、あとみんなと同じとかみんなと同じじゃないっていう論争も当然出てくるんですけども みんななとと同じでいいいわけはないと思うんですよ、うん、まあ何と言いますかね代わりの聞く人間なんていないんですよ世の中みんなと違う生き方だからこそ人は選ばれるんですよだからね奥さんに「みんなと同じにやって」って言われたらこう言い返してもらいたいと「なんだお前は俺と結婚した理由はみんなと同じだからなのか?」 あなたは他の人とは違うっていうふうには思えないのかってことなんですよだからね何もかもねおかしいんですようんなんかこう骨をうずめて稼いでやるぜ家族を養ってやるぜみたいな気持ちで働くお宗さんとねただ恩恵に預かる家族とではもう出発点から到達点まで全く違うんですよだから話し合ってもねしょうがないと思うんですよねしょうがないけども話し合わざるを得ないでしょうねその時には 家族の話を聞いて妥協点を見つけるんではなくて、とりあえず自分の主張をしっかりとすることなんですよ。職業選択の自由は法律でも保障されてるのに、なんでね、家族がそれを反対するんだ。じゃあ何かと。俺がプロレスラーやったらどうなんだ反対するのか。俺がガードマンやったら反対するのか。俺がマージャン店のオーナーやったら反対するのか。え、何を反対するんだと。何だったらいいんだと。その職業俺の持ってこいと。納得する職業を持ってこいと。そうやってやるから。 っていうふうに聞けば多分奥さんも子供もこの仕事にしたらどうなんて言えないと思いますよね。うん、まあ何かね世の中にそれほどまでに家族も納得働く人も納得そして経済的にも豊かみたいなね三方をよしみたいなそんな仕事があるのかなと少なくともそんなことぐらい考えてこっちも就職活動やってるんだとね本当に乱暴な言い方は続きましたけども奥さんやお子さんよりも誰よりもねもう真剣に長年 将来を考えてバカ相撲踏んで仕事を選んでるんですよその仕事を選ぶ名がねいやお前の方があんのかって話ですよね <laughs> いやバカにすんなってことですよね本当に単純に言ってうんだからその辺は私利私欲で仕事をしてるわけじゃなくてあくまでもその収入のほとんどをいや君たち家族に使うんだよってことをねやっぱりね伝えていくぐらいはできるんじゃないかなと思いますで、えー、最後になりますけどもネットで生計を立ててる人ってのは少ないんですよ うん、で、ネットで生計を立ててしかも家族を養って2年3年ぐらいはなんとかなっても20年30年それを実現してる人はまだいませんこれは事実ですよ、うん、なぜなら10年もせずに障害分稼ぎまくってね引退することもできるからなんですよだから私みたいに40の半ばでねもう仕事はやってませんみたいな人もいるわけですよだから20年30年やる必要がないんですよあとは家族と思う通りの人生ですよ いやその未来が待っている、もしくはその可能性がある道を選ぶのか、65歳、70歳、場合によっては75歳までね、お父さんはほとんど家にいません。家族と一緒に過ごしません。そしてお父さんはすごく惨めな思いを何十年もします。その恩恵を受けて、家族は食うに困りません。それを奥さんやお子さん望んでるんでしょうかね。なんともひどい話だと思いますよ。お父さんは奴隷ですかと。奴隷以下だと思いますよ、こんなのは。 だから当たり前のようにこれねお父さんの方も感じてるんじゃないですか家族のために自分は身を粉にしてとかねその考えは立派ですけどもきっと家族がいることに後悔する日が来ると思うんですよ対立するのが他人じゃなくて自分の愛する家族なわけですからねここには大きな矛盾を感じるんじゃないかなと思いますだからこそ本当に働き方とあと稼ぎ方っていうのはしっかりと考えてねそれが考えれる人を家族に迎えないといけないと思いますし 家族がどちらかというと稼ぐ人の思考に合わせていかないといいとけない頑張ってね、うん、なんせ一つの家族ってのは特定の稼ぐ人とただ使うだけの人っていうふうに、まあ、お,お金に対する認識分かれちゃうわけなんですよ。ね、ある意味では家族は今度こういうお金がかかるんだけどって言ってくるでしょそれに対してどうやって稼ごうかなって稼ぐの考えの一人じゃないですか。うん、なんかね 世のお父さんちょっと私はすごくかわいそうというかね惨めなような気がしますよお前たち立場としてね何なんだろうなと思いますよねいやだから不安があるんだったら自分でね月に5万でも10万でも稼いできてみたらそしたら20万30万稼ぐことがどんなにきついことか分かるでしょうでそれをお父さんに当たり前のように要求してるお前は何なんだって話ですよね金は切れ事じゃないんでねで稼ぐだけじゃなくて 自分のアイデンティティも保っててね惨めな思いをせずにあー働いてよかったってなるべく思えるようなところを釣り合いを取っていかないといけないですよね金にはなるけど惨めな仕事とかね人生が惨めになっちゃいますからね逆にやりがいはあるけどもすごく楽しいんだけど金にならない仕事これも困るじゃないですかだからそのバランスを取っていくってことも必要ですし仕事っていうのは一朝一夕にはね金にならないわけですよそんなん誰でも分かってるじゃないですか じゃあ10年がかりで理想の仕事にするために支え合っていかないとねバ倒するんじゃなくて、うん、そうじゃないかなと思うんですよねでそのインターネットとか YouTube で稼ぐっていうのは50歳とか60歳までダラダラ働く世界じゃないんですよ会社員してても10年勤めずに辞める人が多いでしょで会社員でもね10年20年会社に残る人なんてのはわずかなんですよ だからその残ったわずかな人がポストを分け与えられるわけなんですよ課長ですとか部長になるのは新卒から順調に社内競争にね一個一個勝ち抜いていって他の人じゃできない自分っていうのをまさにみんなと違うような自分を作り上げた人が40歳になった頃に部長職年収800万みたいになるわけでしょしかもそういう人たちっていうのは最低でも35歳ぐらいまでに課長とかになってるわけですよで年収500万ぐらいしてるわけですよ 課長としてキャリアを積む。家族と関わる時間、ね、ほとんどありません。だから家族と揉めません。たまに一緒に過ごせる時間をお互いにありがたかったりもできるわけですよ。で、反面ね、在宅などで働くと、あのー、争いが絶えないんですよ、うん。在宅で働いてもいない家族とね、私たちは働いてると思ってもらえないんですよ。パソコンの前でね、なんか YouTube 撮影してるとか、 なんかパソコンでカタカタやってるってこれ仕事してるなんて思ってくんないですかねなぜなら自宅にいるからです自宅で仕事をしてるなんてほとんど思ってないし自宅で仕事するの迷惑ですら思ってるんですよ、うん、だからやっぱりね在宅でワークできるっていう人は限られていてそれはもしかしたらね奥さんも在宅で収入を上げてるっていう風な同じ方向を見てる人かもしれないですねそうでなければ形だけでも出勤してカフェでも図書館でもどこでもいいんで職場をお父さん持ったあげいんです 8時間とか10時間家族の目の前から姿を消して出勤っていうね形を取ることによって出かけていったら出勤なんだ働いてるんだ口は出せないんだっていうふなその昔の先入観を持ってる家族にはそういう姿で対応していった方がいいんじゃないかなと思いますよねだから在宅で仕事をできる人っていうのは限られてますよ本当にで在宅で仕事をして揉めるんだったらそれが現実なんで ああうちの家族は古い頭ななんだなと誰に洗脳されたんだこの令和の時代にって思いながら出勤する形を取った方がいいと思いますし出勤続きには、まあ、ネクタイを締めないでもねスーツを着て黒いバッグを抱えていったらいいんじゃないですかそしたらみんなと同じ会社員に見えますからそのぐらいの演技はしないと男一匹稼ぐこともできないわけですよなんと不自由なことに家族が邪魔をするんですだここはね大きな問題なんでそういうことが簡単に想像できるわけですからじゃあそうならないように家族と折り合いをつけていくためには 多少の演技はいるよねっていうふうになっていくのが、賢いお父さんの稼ぎ方であり、これからの時代の働き方なんじゃないかなと思いますよね。うん。まあとにかくね、あの、古い先入観を持つ頑固者なんですよ、家族ってのは。だからあんまり口も聞かない方がいいと思いますね。だって口を聞けば居酒屋が起きるでしょ。じゃ口を聞かなければ居酒屋は起きないわけですよ。で、お金だけ持ってくる。<laughs> 結局亭主元気で留守がいいそういうことじゃないですか家にいるとお父さんは邪魔なんですよねでいる割には「なんで家事やってくんないの?」って「バカ野郎」と「家事なんて楽なことはお前一人でできるだろう」うみたいなそれこそ昼寝しながらできるだろうみたいなとこですよ家事のどこが大変なんですかもうそれこそね江戸時代の家事は大変ですよ昭和40年代の家事は洗濯板まだ使ってましたからね 今どうですか洗濯機から使ってます洗濯は掃除機やるでしょ水深や洗濯機やるでしょ掃除が大変なぐらい部屋広いんですかどこまで細かくやってるんですか大したことやってないでしょ家事は大変だっていうふうなね昔の人の言葉をただ利用してるだけなんですよ家事は楽ちんです私も稼ぎながら育児をしながら家事はほとんどやってます楽ちんですまあ私ができるから他の人にもできるとは言いませんけどもでもどう考えてもね 家政婦さん雇ったって1時間2時間で終わっちゃいますよ。どこがそれで大変なのかなと思いますよね。それこそ20万30万ぐらいであっても毎月持って帰るお父さんの仕事の方が大変じゃないですかね。シンプルにお金はなかなかくれないですから。で、家事はなんかね、 年収600万に相当するって考え方もありますけどもだったらその家事を持ってねマーケットに出て600円もらえる人を探してみたらいいんですよ多分いないですよ600円払って家事やってくださいみたいな人、うん、そう考えていくと理屈上は600万なのかもしれないけども現実ね市場価値ってのは、まあ、ほぼゼロ円ですよ家事にはそれこそ家事は大変だっていうふうにね生きまく必要なんてないんですよ当たり前のようにこなしていかないとそんなので私たちはお父さんは当たり前のように毎月毎月家族の生活に持ってくるわけですから だから少なくともどんな方法で持ってくるかっていうのは犯罪でもない限り応援してあげた方がいいんじゃないかなと思います応援したらより多く稼ぐようになりますからただ反対するからおかしなトラブルが家族の中に生じてパフォーマンス落ちて稼げなくなっちゃうんですよ本当に稼げなくなっちゃうんですようんあとねビジネスっていうのはもうこれもう一回最後です,すいませんビジネスっていうのは努力と工夫の繰り返しですよ、ね、お客様の要望に応えるために どんなサポートしようかな新しいビジネスは何だろうかっていつも考えてます。頭脳は急速に鍛えられていくんですよ。すぐに結果が出なくても、結果が出なければ出ないほど、なんでだろうっていうふうにノイローゼになるぐらい考えるのがお父さんの頭の中ですよ。それが毎日、24時間360日、多分死ぬまで続きます。ね。こんな過酷な状況に置かれてるのがお父さんの働くってことの言葉の分解した意味ですよ。反面、愛する家族は何の成長もしてないですよ。でしょ <laughs> 何の成長もしてないでしょ家族はうん精神的にも低レベルのままなんですよ、うん、もし成長してるんだったら、まあ、お父さんがどのぐらい思い悩んでね家族を支えるためにそれこそ血の汗をかいてるかっていうことは想像できると思うんですよ月に20万30万をコンスタントに持って帰れるだけの能力のあるお父さんはんで素晴らしいんだと思いますよ、うん、でそれがね40万50万100万になろうとしてるわけでしょ それを邪魔すすするってのは何なんですかと思いますよ。ユーチューバーを嫌がる家族は確かにいるでしょうでもユーチューバーは月収50万だろうが100万だろうがある世界ですよそれはでもそれをね邪魔して一体他にどんな稼ぎ方を進めるのかなと思いますユーチューバーを目指すもしくはインターネットで稼ごうとしてるお父さんに反対するご家族の皆さんねじゃあ他にどんないい道があるんですかとせいぜい常識的なみんなと同じような 会社員を進めるだけでしょそれはまあ今日じじゃゃななくてもいいじゃないでですすかと思うんですけどね <laughs> うんだからねやっぱりね何と言いますかね残念ながら家族で稼ぐ人と稼いでない人の間にはまともな会話ってのはないと思いますよ。稼いでない人が稼いでる人についてこれれば別ですけどもいやことさらに稼ぐことがすごいだろうって言ってるわけじゃないですけども私の個人的な考えというよりもねそういうふうな 現実があるんで、もうどうしようも言いくるめようがないんですよ、私も。悔しいですけどね。だから和解はないと思います。諦めて話し合わないことだと思いますよね。いや、文句があるんだったらいつでも好きなようにやってくださいと。いや、俺は俺でやるからさ、みたいなとこですよね。で、働くお父さんっていうのは、家族が使うもんを働きに行ってるわけですよ。全然自分の趣味とか遊びでやってるわけじゃないですからね。だから家族と揉めるような暇があったら、 家族が文句を言うようなねことが起きてきてそれに対応する暇があったら1秒でもいいからお客様のためにエネルギーを使えば早く稼げるようになりますよだから家族で圧力が起きてるのはなんでかっていうと職業を選んだお父さんのせいじゃないですよ、ね、別にスパイをやったりとか殺し合やってるわけじゃないでしょうんなんかその家族の考えの方がおかしいですねだからそういう家族とは口をきかないのが一番だと思いますしどうしても 喋りたいって言うんだったら反論は許さないぐらいの極端な姿勢で臨まないと最終的にはね家族の意見に結局妥協して本当ににつまままらない人生が、お父さんに始まります。そしてしまいにはお父さんは家族のせいでこうなっちゃったっていうふうにね爆発する日が来るわけですようんだからやっぱりまずはね自分がどんな職を選ぶのかそれは家族に言われるまでもなく自分自身が誰よりも リスクをってて考え抜いてしかも行動して結果がなかなか出ない家族にもやや言われるのをね覚悟しながら今日も生きてきてなかなか枕が高くして眠れないとかねしょうがないから家族の機嫌を取るために家事を手伝ってふりをしたりとか遊園地に連れて行ったりとかねそんな時間の無駄をしながら家族を抱えていくこのかわいそうさちょっとは分かってもらいたいなと思います私はよく分かっています あのこういうことをあんまりね男の立場から言えないと思いますんで私はこういうふうにねはっきり言うことがありますしこれは別に外向きに言ってるわけじゃなくてねだから別にね自分と同じだけやらなくても少なくとも考え方だけもね理解しようと努めてくれている私の家族には非常に感謝してますねありがたいなと思いますねだからこそ言います絶対に不自由はさせないと。 これでね、好き勝手やらせてもらってこれで家族を養うような状況になったらもうそれこそ切腹ものですよだそのぐらい私は腹をくくってるんで稼ぎぐらいはどんどん作れるわけなんですようん、はい、じゃあ最後にまとめるとしたら、まあ、仕事に悩むお父さんまずあなたの腹がくくれてないんじゃないですかってことが今回の「気になる男」史実伝えなかった一言でございますそれではお疲れ様でした <laughs>